皆さんおはようございます。にゃんころめピアノ教室です。いつも先生に楽しいお話を聞かせてくれます。今日はみんなが大好きな浦島太郎の左手をいろんな形で伴奏形で弾いてみますね。みんなが大好きな手遊びやわらべ歌、楽しくいろんな左手の伴奏形で弾けるととても楽しいものです。今日は早速コードネームをつけてみましたが、ゆっくりといろんな伴奏形で弾いてみるととても便利で楽しくなります。 F のコード、C7、 F、 B フラット、 F、 B フラット、 C7、 F。 基本的な主要三和音を理解していれば、簡単な童謡やわらべ歌にも伴奏付けができます。しっかりと鍵盤の位置を確認し、ゆっくりと練習することで、コードネームをきちんと理解していれば必ず弾けるようになります。それでは浦島太郎の左手 F コードからゆっくりと弾いてみます。主要三和音を理解しながら、ゆっくりといろんなリズムで弾いてみることで、いろんな童謡やアニメソングにもコード付けはできます。少し伴奏形を変えて弾いてみますね。鍵盤の位置をしっかりと把握してゆっくりと弾いてみることで、簡単な曲ならすぐに楽しく弾けるようになります。手首の力は抜いてゆっくりと弾いてみることが一番です。もう一度おさらいしてみますね。Thank you.
しないで柔らかく敷いて引いてみることが一番です。主要3和音のおさらいです。基本的なポジション、第一展開、今度は徒長調で弾いてみます。第一展開、第二展開、1の第2展開、5度7、1じゃなくて4度の代わりに 2度の第1展開という代理和音を使って弾いてみます。1度、2度の第1展開、1のドミナント、1度、今度は徒長調で弾いてみます。1度、4度の代わりの2度の和音、1度ドミナント、1度、今度は F コードでやってみます。4度、1度、第2展開、ドミナント、1度、2度の代理和音、和音を理解し、いろんなポジションで弾いてみることもとても楽しいことです。コードネームを少しずつ理解していれば、とてもピアノは楽しく、もっともっといろんな曲が弾けるようになります。ゆっくりでいいんです。ゆっくりとリラックスしながら弾いてみる。ポジションを理解。
返し、いろんな奏法で弾いてみることもとても効果的です。ありますが、まずはゆっくり独浮力をつけて、いろんなリズムでいろんな伴奏形で弾いてみることがピアノを楽しくするコツです。すれば決して難しいものではありません。独譜をきちんと理解し、正しい椅子のポジション、正しい姿勢、ゆっくりと音符を読むことで決して難しくありません。幼児期の導入は楽しむ気持ちにリラックス。当ピアノ教室もいろんなキャラクターがいっぱいです。ペンギンさんのペンちゃん。かわいいももちゃん。かわいいかしこちゃん。アンパンマンにバイキンマン。ハグッとプリキュア、キラキラプリキュアアラモード、ミニオンにドラえもん。皆さんも物や人は大切に扱うようにしましょうね。最低限のマナーにお約束、先生とのお約束を守って、各ドリルもきちんとやってきてくれるようになるととても嬉しいんです。マナーに最低限のご挨拶、正しい姿勢、ピアノを好きになるためには、上達するためには好きになることが一番です。上達するためには好きな曲を楽しみながら弾いてみる。今日は左手の和音についての説明でしたが、いろんな形で弾いてみることが一番です。打鍵の位置、いろんな伴奏形で弾いてみることも大切なことです。それでは皆さん、体調管理には十分気をつけましょう。毎日少しずつでいいんです。楽しみながら、遊びながら鍵盤に触れる。